ガフーロフ生誕90周年を祝って発行された50そも2冊、ボボジャン・ガフーロビチ・ガフーロフは、タジキスタンの歴史家、研究者である。ガフーロフはロシア語とタジク語で、タジキスタンの歴史やタジク人といった複数の書籍を出版している。ガフーロフは、ホジェンド付近にある村で生まれた。彼は1941年に、 モスクワの歴史研究所所属時、イスマーイールハの歴史というタイトルの学位論文で、ソビエト連邦科学アカデミーから博士号を取得した。1944年から1946年まで、ガフーロフは第2初期となり、1946年8月から1956年5月24日までは、タジキスタン共産党の第1初期を務めた。 1956年から亡くなるまで、ガフーロフは、ソビエト連邦科学アカデミー東洋研究所の主任、およびアジアアフリカジャーナルの編集者を務めた。タジキスタンのソグド州にあるガフーロフという町と、ガフーロフ地区という地区の名前は、彼の功績を称えて名付けられたものである。ありがとうございます。